どうも、ライオンです。さあ、やってまいりましょう。30 Minutes Meisters Cafe。この動画は皆さんから投稿いただきました30 Minutes Missions、そして30 Minutes Sisters の作品を紹介していくものです。個人的にちょっと最近ね、残念な、がっかりなことがあったんですけれども、私の生活圏内で30 Minutes Sisters がほぼ入荷されてない。結構なんだろうな、発売日に行けば数個は入ってた量販店もね、ちょっとしたね、穴場的にちょっとね、通っているところに、ね、ひょっこり残ってたりっていうこともなく全く手に入らない感じになってしまっております。はい、結構ねヘアパーツとか表情パーツとかね、あるところにはあるような情報もあるんですけども、私の周りは全滅なのでですね、まあガンプラのようにまたこっちもね結構ファンいるんで増産してほしいななんて思いながら、はい、でも皆さんの作品をね見せてもらって楽しませてもらおうと思います。では今回もいきましょう。それでは今回最初の作品はこちら、ルルチェデザートアーマー。砂漠船を主眼に置いたアーマー、砂塵等に弱い推進機を廃し、ケタピラを用いた高速戦闘を行う。また積載量の増加により全身を重装硬化したため損傷率を大きく低下させることになったとのことです。過去書きで特に両機のカバーに積極的に入る癖のあるルルチェとのことです。はい、身を挺して、ね、味方を守ってしまう、ね、そういう癖があるとまあなのでね、損傷率は、ね、抑えてあげないと。はい、まあ元々の、ね、主眼としてはね、砂漠戦を行うためのアーマーということで、まあ、あんまりその、なんだろうな、キャタピラとか、無限軌道とかの利点詳しくないんですけども、なんか、2本足でね、走ったりとか、ね、タイヤとかよりも、こっちの方が早く進めるということで、こういうね、脚部になってるんだと思いますけども、まあ、これで、まあ、高速で動いて、まあ、背中のね、キャノンとか、手にも持ってるね、銃とかで戦うんでしょうね。高速戦闘が砂漠で行える。まあ、それによって結構重たいものでも運べるようになったんで、まあ、ルルチェよりももうね、かなり重たそうな、この、結構武骨なね、装甲になってますけども、こういった、こう、分厚いね、重装甲で、ね、本体を守りながらも高速戦ね、維持できてるという、そういうことなんでしょうね。まあ、13 Minutes Sisters って13 Minutes Missions と違うのは、その、ミッションズの方はパイロットがこんな人だからっていう設定なんですけども、シスターズの場合だとこのキャラクタールルチェ自体がね、それぞれ あのユーザーの皆さん的にね、どんなキャラかっていう設定からいろいろね、こう武装とかカスタマイズとか考えられるっていう、そこ面白いですよね。では次の作品はこちら、アルトヘビーカスタム。陸戦用アルトをパイロットの要請より重装備化。重装備化に伴い肩部、胸部、頭部に追加装甲を追加。また、重装備化に伴い、脚部に中型ブースターと突撃形態用にキャタピラを装備。とのことです。はい。両腕のバズーカ、ね。足にはミサイルもついてますね。で背中のキャノン砲などなど、かなりのね、大火力の機体ってことなんですけども、まあ、こういったものをね、扱うにあたって、結構身の守りなんかも、重要視してほしいというパイロットの要請があったんでしょうか。ね、かなり増加装甲なんかがね、張り巡らされてますけれども。で、もともとが、陸戦型アルトですからね、こう足なんかもね、結構どっしりとした、全体的にかなりマッシブなシルエットのアルトになってますね。で、まあ、それでね、まあ、武器とか、ね、装甲、追加装甲とかで、こう、増えてしまった重量を補うために、足にブースターとか、そして、キャタピラなんかも、正面からね、見てる写真だとちょっと見えないんですけども、この背面からの写真なんかもね、一緒にアップしていただいてますんで、もしよかったら 30MDJ でね、検索していただいて見てもらうと、もう足の後ろ側がね、キャタピラになってます。突撃形態っていう写真はちょっとわからないんですけども、おそらくそういうのに、まあ、形態変化して、ね、高速で戦うっていうことなんでしょうか。やっぱり攻撃力の高操作、そしてね、頑丈操作に加えて、やっぱりこの組み合わせ、ダークグリーンと、ダークグレーのね、分厚い装甲。しかもこう、追加したなっていう、この色の変化のね、させ方とか、とってもパーツ選びなんかもね、かっこいいなと思いました。それでは続いての作品はこちら。F114V スーパーハルピア。地球連合海軍及び海兵隊で主に使われている、環状可変エグザマクス。A 型から内装外装ともに改修を重ね続けられており、
V 型は機種の形状変更と新型可変脚を導入し、空戦と陸戦能力の双方を高めたモデル。追記、野外の海辺でテグスを用いた飛行風糸釣り撮影をしていますとのことです。うわすげえとも思ったんですけども、いや飛行機モデルはうちの企画とはちょっと違ってっていう風に見ちゃったの、よく見たらちゃんとサーティミッツミッションズのパーツだけで構成されてる。いやどころかこれね、写真4枚アップしていただいてるんですけども、規約でね1枚しか動画に出ませんよってことなんですけども、ちゃんと人型のエグザマックスに変形するんですこれ。ぜひ検索してね、どんな感じの他の写真あるか見てほしいんですけれども、はい。いやこの海ね、海と空をバックにこの明るいグレーの機体が、ね、決まってますよね。そしてこの頃ね、ミサイルとか機種とか、あと翼の先端に入っているね色味なんかも本当にリアルな感じもしますけども、結構風とかも吹くと思うんです、こういうところって。でそこで、まあ、糸で吊るしてなんでしょうけども、結構よく見ると何本もねそのテグスが張り巡らされてるんで、この姿勢になるようにしっかりと計算されて、ね、カメラアングルも決めて背景もかなり撮影大変だったんじゃないのかなと思いますけども、ね、かなりやられただけあってすっごいいい一枚になってます。変形もそうですけどね、背面側から見たところとかもね、結構すごいんで、ぜひ検索して、いろんな写真もぜひ皆さんね、見てみてください。ではでは、続いての作品はこちら。BXM24F ガイストノバ。現行のポルタノバ及びシエルノバに代わる次世代機を目指し設計されたバイロン軍の最新鋭機。スペースクラフトベースの新型フレームを採用し、宇宙戦闘に無類の強さを発揮する。地球連合軍からはザナドゥのコードネームで呼称されるとのことです。はい。いわゆる、人型ロボット兵器、ね、人型ロボットとかでざっくりありますけれども、まあ、一番上に頭部があって、2本の腕で、まあ、武器を持ったり作業ができて、で、足で歩くとかね、推進機あたりがこっちに集中してるとかっていうものなんだけども、いわゆるの、まあ、人間のシルエットからこう大きく外して、それによるこう異様感、異様のもの感があることがさらに、リアリティにつながって、リアリティの高さにつながっているっていう、こういう体験のロボットが結構私も好きなんですけれども、結構ねそのウエストがすごい細かったり、肩幅がすごいあって、その肩の端の方からねアームがこう降りてたりとかで、太ももは結構がっしりしてるんだけども、つま先肉に従ってちょっとシャープになっていくシルエット、いいですよね。でこういうのをまあいろいろね、サーティミンツミッションズのパーツを駆使して作ろうとしていくと結構巨大化していくと思うんですよ。でも、パーツ見たりとか、何せこの手に持っている武器なんかを見てもそこまでこうサイズアップせずにこのシルエットね表現されてるってすごいなと思います。そしてまた、ね、取り合わせのカラーとか、おそらくこれは無塗装を、無塗装なのかな、とか一部塗ってたらすいませんね、でそれでまとめ上げてるって結構すごいですよね。それでは次の作品はこちら。 BXM14NA シエルノバ新型腕部実証実験仕様。これはバイロン軍が開発していた腕部をシエルノバに搭載したもの。右手の拳銃で敵を牽制しつつ近づき、左手のクローで敵を切り裂く攻撃を行うとのことです。はい。パッと見シエルノバっていうのはね、ちょっと違った機体に見えるんですけれども、それはところどころにポルタノバのパーツがね入ってるってことなんですね。で、こちらは新型腕部の実証実験、ね、多分今ある、まあ、バイロン軍のパーツを組み合わせて、新たなる、ね、機体を開発していくにあたっての、まあ、いろんな実験データを取っているという状況で、まあ、実践もねしているようなことが書かれていますけれども、はい。まあ、とにかく目玉としてはこの、ね、両腕の、ね、前腕がすごいぶっといっていう。で、それにそこでパーツを使ったからかな、それとも俯瞰で撮ってるからか、かなり、スネパーツがこうね短縮されてるって感じになってますけども、まあ、それによって独特のね体型のシルエットになってますよね。で背中にも何かねこうちょっと目につくバックパックがありますけれども、おそらくメインウェポンのクローと拳銃だと、まあ、
それなりに敵機にね接近しなきゃいけないっていう状況が出ると思うんですけども、まあ、そういったところでの素早い動きなんかを助けてくれるようなそんな仕組みになってるんでしょうか。はい、まあ、この、パーツがトレードされた実験的に組み合わせてみたっていう感じのね、パーツの取り合わせからの組み合わせなんかもねすごいなんかすごいものが開発される過渡期にある期待って雰囲気がいいですね。はい、そんなわけで今回も5作品見てまいりました。いかがだったでしょうか。印象に残った作品とかありましたでしょうか。もしよかったら動画のコメント欄に感想とかいただけたら嬉しいです。こいつのポージングがちょっと両手ライフル構え以外の上半身以外のポーズが今日決まらず、なんかごちゃごちゃね変なことしてましたけども、いつもか水張りだったらすいません。では今回はこんなところで、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。超えろ地獄の使者、闇が空を覆う。